平野紫仕様さんを応援する心、温まるファンの声に触れて、彼の活躍を感じ取ることができました。平野さんの魅力は外見だけではなく、ファンの皆さんが感じる内面の良さにもあるようですね。ファンの期待に応えられるよう、彼の活躍を詳しく紹介しつつ、新たな視点を加えて魅力を引き出すよう心がけました。平野紫仕様、輝きを増し続ける若手実力派の魅力。平野紫仕様、かっこいい。 なんて素敵な方なんでしょう。ジャニーズファンの間で、この若手俳優への熱狂的な声援が高まっている。2019年の連続ドラマ出演を皮切りに、近年の活躍ぶりは目覚ましい。ファンの方々が指摘する通り、平野紫洋さんの魅力は外見の良さだけではない。演技力、歌唱力、ダンス力と、多彩な才能を持ち合わせている。そして何より、彼の人柄の良さが際立っているのが魅力の一つだと言えるだろう。 平野さんは2012年、ジャニーズ事務所に入所、JOHNNYS、ジュニアへの出演を経て2016年にデビューを果たした。デビュー当初は目立った出演作品がなく、ファンからも、まだ注目されていないとの声が上がっていた。しかし2019年、連続ドラマ、オープン期待ゼロの新入社員への出演を機に、一気にその存在感を高めていく。主演の大塚寧々役を演じきり、視聴者の心をつかんだ。 その後も、高校アシスタントや、恐怖新聞といった話題作に出演。視聴者にも十分な存在感を示すことができた。加えて、ミュージカル出演や CM など、活躍の場を広げている。その演技力と精神力は本当に素晴らしい。ある取材で、平野さんは役作りにおける取り組みについて、台本を何度も読み込み、登場人物の行動や感情の変化を徹底的に分析しました。そして自分なりに解釈し、 表現方法を考えましたと語っている。このように、役柄の理解を深めるための努力を惜しまない姿勢が、彼の演技力の高さにつながっているのだと感じる。視聴者に深く共感してもらえる演技を展開できるのは、そうした地道な取り組みの賜物と言えるだろう。また、彼はダンスパフォーマンスにも定評がある。ジャニーズジュニア時代から磨きをかけてきた技術は、まさに一級品。確かな身体能力と表現力を駆使。 迫力あるダンスを披露している。先日の飛べコンサートでは、和太鼓の演奏に合わせたダイナミックなパフォーマンスを展開。観客を熱狂させた、ジャニーズアイドルとしての魅力はもちろん、そうした多彩な才能も彼の大きな魅力の一つと言えるだろう。そして何より重要なのは、平野さんの人柄の良さだ。ファンの声にも現れているように、彼は人格的にも優れた方であるようだ。2021年のあるインタビューで、平野さんは、 自分に自信がなかった頃もありましたが、周りの人に支えられ、今の自分がいますと語っている。そうした謙虚な姿勢は、ファンの心をつかむポイントの一つとなっているのではないだろうか。また、ジャニーズ事務所を退社したゆえ、ジャニー北川社長に対する感謝の気持ちも持ち続けている。ジャニーさんに出会えてよかった。ジャニーさんがいなければ、今の自分はいないと思いますと話す平野さん。そうした信頼と尊敬の念は、 ファンにも共感を呼んでいるのではないか。そして何より、ファンに寄り添う姿勢も、平野さんの魅力の源泉だと言えるだろう。ファンとの交流を大切にし、支えられていることに感謝する姿勢は、ファンの心を掴んでやまない。近年の平野さんは、着実にスターの道を歩んでいると言える。今後のさらなる活躍に期待が高まるが、その原動力は何よりも人格的な魅力にあるのではないだろうか。これからも、 多くのファンの心を掴み続けていく存在になっていくと予感させられる。平野紫業の魅力はまさに多岐にわたる。演技力、歌唱力、ダンス力といった実力はもちろんのこと、人格的な魅力も際立っている。そしてこれからもますますその輝きを増していくことだろう。ファンの期待に応え続ける彼の活躍から目が離せない。